さん、こんにちは。ダディチャンネルのマミです。はい、今日はですね、日本にもあります有名なラウンドワンにやってきました。こちらはね、デートになるんですけれども、今日私は初めて来たので早速中に入っていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、まずゲストカウンターにいて、チケットの方をね、購入したいと思います。で、40ドル分買うと、50ドル分の、ゲームが遊べるっていうシステムで、今はね、ちょうどリミットタイムで、小さなつむつむのね、お人形というかぬいぐるみですよね、が、無料でもらえるみたいですね。はい、店内は、すごくたくさんの、UFO キャッチャーだったりとか、今ちょっとコロナなのでビリヤードがねできなくなっていますけれども、ちょっとしたフードコーナーとか、それからあちらですね、あちらが、ボーリング会場となってます。すごい、キティちゃんとかね、この表記もね、100円とか日本表記になってるんですよね。残念ながらね、鬼滅の刃のキャラクターがあるかどうかと思いながら来たんですけど、残念ながら鬼滅のものは入ってなかったです。マメって書いてある、マメちゃんかわいい。なんか見たところによると、プニプニしたなんか大きいぬいぐるみが多い気がしますね。これもね、柴犬だと思うんですよ。すごい可愛いんですけど、掴むんじゃなくて、上に説明がしてあるんですけど、この尻尾をめがけて、このバーの先をね押さえて下に落とすということで、結構掴むより結構難しいかもしれないですね。でもすごい柴犬可愛いですね。柴犬がね、アメリカでも人気なので、ぬいぐるみもたくさんあります。で、あちら側が、もうショッピングモールになってるんですよね。で、こちらがこうゲームとかするコーナーになってます。アニメがね、日本なんで、なんか日本にいる気分ですよね。操作方法も日本語のシールが貼ったまんまになってますけれども、すごいですね。これはドラムを鳴らすやつですね。ダンスのやつとか昔ね、よく流行ってますけど、これはドラムですね。あと、こちらはギターでしょうかね。すごい。スピーカーもついてるので、ね、本格的な音が鳴ると思うんですけど。すごいなぁ。進化してますね、ゲームもね。すごい、お姉さんは2つもゲットしてます。取れるか、取れるか、あー、引っかかっちゃった、残念。
はね、先ほどから自分の操作を動画に撮りながらずっと頑張ってますね。多分撮れる瞬間を残したいんだと思いますけど、惜しいとこまで行ってるんですよね。あの箱を落とさないといけないんですけれども、なるほど、撮れるといいですね。ちょうどピンポン玉がね、これ黄色のマークがしてあるところが3箇所あるんですけども、そこにボールが入ったらいいっていうゲームなんですけどね、今入ったんですよね、ようやくこの子。ちょっとね、店員さんを今呼びに行ってるのでね、この子をいただきたいと思います。かわいい。はい、今芝団子ちゃんという芝犬ちゃんがやってきてくれました。すごい、なんかプニプニしてる、気持ちいい、かわいいです。やったー。はい、ゲームのポイントを貯めてね、景品と交換することもできますが、たくさん日本のねグッズも置いてますね。やっぱリラクマは人気ですね。あとゲームとかいろいろあります。すごい、これは怠け者の顔とか動物の顔がありますね。 T シャツもありますけど、すごい、ほな行ってきますとか、すごいな、日本語が書いたラーメンとかありますね。面白い T シャツがたくさんあります。はい、こちらピカチュウのお店になるんですけど、見てください、この巨大なピカチュウ、私の身長の半分ぐらいはありますけども、ずらーっとポケモンのぬいぐるみが並んでるお店になります。すごい。はい、こちらまたね違う近くのお店なんですけどね、こちらにもたくさん日本の漫画グッズがね、ドラゴンボールとか、見てください、炭治郎のぬいぐるみがいるんですよ、かわいい。はい、すごいですね、なんか本当ここだけ歩いてると日本みたいな感じがしますけれども。はい、炭治郎クッション見つけました、かわいい。はい、ということで今終わりました。見てください、このぬいぐるみの山です。柴犬が我が家にドドッときました。合計ですね、結局あの後、30ドル足して70ドルで、でもこんな大きいね、ぬいぐるみが取れたんで、もう大満足して帰ります。で、ね、先ほど最後にあのこのね、ドラゴンボールのやつを見てたら、おじさんが2回でね、取ったんですけど、すごいって言ってたら、This is for you ってなっててくれちゃいました。なんて気前がいいんでしょう、素晴らしいです。今日もついてました。ということで、なんか日本を思い出すような時間を過ごして楽しかったです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思った方は、ぜひいいねのボタンとコメントお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバイ、ポンポン。